高木ブー、新曲 MV で伝説のタライラッカ、再現。ナンバーアンダーライン愛に特別な感謝を。高木ブーという名前を聞くと、多くの日本人はすぐにザ・ドリフターズの一員としての彼の姿を思い浮かべるだろう。91歳という高齢にもかかわらず、高木ブーは未だにその影響力を持ち続けている。そんな彼が27日にインスタグラムのストーリーズを更新し、三人組のユニット。 ナンバーアンダーラインアイに対する感謝の気持ちを述べたことが話題になっている。このナンバーアンダーラインアイは、平野翔、神宮寺裕太、岸優太の3人からなるユニットで、彼らは最新曲、ボンのミュージックビデオ、MV を公開したばかりだ。この MV の中で、日本の様々な文化が紹介される一方、終盤の作動の場面では、金だらが3人の頭を直撃するシーンが含まれている。 このシーンは、ドリフのコントでおなじみの名シーンであり、高木ブーもすぐに気づいた。ナンバーアンダーライン愛の MV になんとたらいシーンが、と驚きを表しつつ、曲もかっこいいけど、MV も良かったね。ドリフのコントを世界に広めてくれて、ありがとう、と感謝の意を述べた。また、三人がウクレレを弾くシーンがあったことから、いつかは一緒にウクレレやりたいな、とラブコールも送った。 このメッセージに対し、ナンバーアンダーライン愛の3人も大感激した様子で、彼らはそれぞれの方法で感謝の気持ちを表明した。平野翔は最高な文化をありがとうございます。楽しく頭で受けさせていただきました。とコメントし、神宮寺優太は頑張ってリアクションさせていただきました。それぞれ個性あふれるリアクションになりました。と返信した。岸優太も、 なかなか痛かったのですが、わらしょう、おかげさまで目が覚めた気がしました、わらしょう、わらしょう。まだ力不足かもしれませんが、伝統的なコントをやらさせていただきました。ありがとうございます、と、しょう、とを多用した、騎士君公文で感謝の意を示した。この交流は、X、旧ツイッター上でもファンたちを歓喜させた。え、高木ブーさんに届いた、高木ブーさんと平野翔のやりとりが見れる例は、 新時代過ぎ最高、ウクレレのことも知ってるなんて。大先輩とこうして交流できてることもめちゃくちゃ素敵で嬉しい、いつか本当に共演してほしい、といったコメントが寄せられた。ここで注目すべきは、この交流が単なる偶然の出来事ではなく、より深い文化的なつながりを示している点だ。ザ・ドリフターズは日本のコメディ界において伝説的な存在であり、その影響力は今なお色あせることがない。 高木ブーが若手のアーティストたちとこうして交流を持つことで、ドリフの遺産が次世代に引き継がれていく様子が見て取れる。一方、ナンバーアンダーライン愛の3人もまた、日本のエンターテインメント界において新たな風を吹き込んでいる。彼らが高木ブーに対して感謝の意を表明する姿勢は、敬意とリスペクトに満ちており、若手アーティストとしての謙虚さを感じさせる。また、彼らがドリフのコントを取り入れたことにより、 古き良き日本のエンターテインメントが再び脚光を浴びることとなった。このような文化的な交流が今後も続くことで、日本のエンターテインメント界はさらに豊かで多様なものとなるだろう。高木ブーとナンバーアンダーライン愛の共演が実現する日が来ることを多くのファンが待ち望んでいる。彼らの交流が示すように、異なる世代のアーティストたちが互いに影響を与え合うことで、 新たな想像が生まれることが期待される。また、今回の出来事を通じて SN、SNS が果たす役割も再認識された。インスタグラムや X といったプラットフォームは、アーティストたちがファンと直接交流する場として機能しており、その影響力は、計り知れないものがある。高木ブーがインスタグラムを通じて感謝の意を表明し、それに対して、ナンバーアンダーラインイの三人が即座に反応するという流れは、 まさに現代のデジタルコミュニケーションの一例と言えるだろう。さらに、この交流をきっかけに、他のアーティストたちも積極的に異世代との交流を図ることが期待される。エンターテインメントの世界は常に進化し続けており、過去の遺産を大切にしつつも、新しい風を取り入れることが重要である。高木ブーとナンバーアンダーライン愛の交流は、その恒例と言える。最後に、 この出来事を通じて、私たちはエンターテインメントの持つ力について改めて考えさせられる。笑いや音楽は、世代や国境を越えて人々をつなげる力を持っている。高木ブーとナンバーアンダーライン愛の交流が示すように、異なるバックグラウンドを持つ人々が互いにリスペクトし合い、共に楽しむことができるという事実は、非常に重要である。今後もこのような文化的な交流が続くことで、 日本のエンターテインメント界はさらに発展していくことだろう。そして、その中で生まれる新たな想像が、私たちにさらなる感動と喜びをもたらしてくれることを期待したい。高木ブーとナンバーアンダーライン愛の共演が実現する日が来ることを、多くのファンと共に楽しみに待ちたいと思う。また、この出来事をきっかけに、他のアーティストたちも積極的に異世代との交流を図ることが期待される。 エンターテインメントの世界は常に進化し続けており、過去の遺産を大切にしつつも、新しい風を取り入れることが重要である。高木ブーとナンバーアンダーライン愛の交流は、その恒例と言える。このような文化的な交流が今後も続くことで、日本のエンターテインメント界はさらに豊かで多様なものとなるだろう。高木ブーとナンバーアンダーライン愛。No. の共演が実現する日が来ることを多くのファンが待ち望んでいる。彼らの交流が示すように、異なる世代のアーティストたちが互いに影響を与え合うことで、新たな創造が生まれることが期待される。エンターテインメントの持つ力について改めて考えさせられる。笑いや音楽は、世代や国境を超えて人々をつなげる力を持っている。高木ブーとナンバーアンダーライン愛の交流が示すように、 異なるバックグラウンドを持つ人々が互いにリスペクトし合い、共に楽しむことができるという事実は非常に重要である。高木ブーという名前を聞くと、多くの日本人はすぐにザ・ドリフターズの一員としての彼の姿を思い浮かべるだろう。91歳という高齢にもかかわらず、高木ブーは未だにその影響力を持ち続けている。そんな彼が27日にインスタグラムのストーリーズを更新し、 三人組のユニット、ナンバーアンダーラインアイに対する感謝の気持ちを述べたことが話題になっている。このナンバーアンダーラインアイは、平野章、神宮寺勇太、岸裕太の三人からなるユニットで、彼らは最新曲、ボンのミュージックビデオ、MV を公開したばかりだ。この MV の中で、日本の様々な文化が紹介される一方、 終盤の作動の場面では、金だらいが三人の頭を直撃するシーンが含まれている。高木ブーという名前を聞くと、多くの日本人はすぐにザ・ドリフターズの一員としての彼の姿を思い浮かべるだろう。91歳という高齢にもかかわらず、高木ブーは未だにその影響力を持ち続けている。そんな彼が27日にインスタグラムのストーリーズを更新し、三人組のユニット。 ナンバーアンダーラインアイに対する感謝の気持ちを述べたことが話題になっている。このナンバーアンダーラインアイは、平野章、神宮寺裕太、岸優太の3人からなるユニットで、彼らは最新曲、ボンのミュージックビデオ、MV を公開したばかりだ。この MV の中で、日本の様々な文化が紹介される一方、終盤の茶道の場面では、金だらいが3人の頭を直撃するシーンが含まれている。